堀江由衣です。お便りを紹介します。東京都の天玉ネーム山やんさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。昨年ようやく市川猿之助さんが團十郎を襲名しましたよね。伝統芸能の世界では世襲が当たり前ですが、もしほっちゃんが敬愛するもしほっちゃんを敬愛する後輩声優が2代目堀江由衣を襲名させてくださいとお願いされたら、ほっちゃんは許可しますか？おー、どうかな、ややこしくなるだけだよね。だからさ、これはもう私が2代目井上喜久子をもし襲名できたとしたら、2代目堀江由衣は誰かに譲ることも可能ですけど、まあ多分そうはならないから、1代目と2代目がいる、 ただ単に、ね、なんか名前がややこしくなるだけな感じがするから、ちょっとなかなかね2代目そう難しいかなって気はしますよね。2代目井上喜久子または2代目アスミかな2代目井口ゆか、いやいいっすね、いいっすね、それななりたいな、あれ急になりたくなってきたなりたくなってきたな。でもね、なかなかねややこしいことになるだけだから、ちょっとねやっぱ声優界は難しいんじゃないかなって思いますけどね。やっぱほら名前がちょっと似てたり被ったりすると、あのほらなんか変えたりとかねされる方も多いじゃない、書き方とかをね。だからちょっとややこしいことになっちゃうと思うんで、2代目、まあ、な3代目ジェソウルブラザーズみたいな感じになっちゃうもんね、その子がさね、なんかやっぱおかしい感じになると思うから、やめた方がいいのかなって気はしますけどね。はい、ということで堀江由衣の天使の卵、今夜もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りします。改めましてこんばんてん、堀江由衣です。さっきねお便りで読まないんですけど、本当申し訳ない読まないんですけど、ほら天玉で麻雀をして楽しくて、天玉で麻雀部作ろうみたいな話をしてたじゃないですか。そしたらね、そのお便りで本当読まないんですけどなんかこのこういう風な牌の並びになった時にどれを切りますかクイズみたいなやつが来たんですよ。でなんか私的には候補がいくつかあって、私的には丸の1と丸の2はあるんだけど、丸の3が来てない場合って丸の3だけを待たなきゃいけなくなるから、私的にはもう丸の3をなくしたいみたいな、なんか1個で待ってんのすごい嫌みたいな、そういうのがあるから丸の1を切るかなみたいな、まあ、そういうなんか意見をね言ってて、で正解は漢字の9を切るがね正解だったんですよ。でもそれは漢字の9は漢字が結構揃ってて、でなんかその漢字の7と8がある状態で、漢字の8と9がある状態で6とか5とかもあるから、もしその9を漢字の9をなくしても、で7が来ても7は使い道があるよみたいな感じで、だからこの9から切っていくのが後々のために一番いいみたいな感じになったんですけど、私は漢字が揃ってるんだったら漢字だけで揃えるチャンスも残したいし、本当に3だけで待ってるとか1個だけで待ってるのが大嫌いなの大嫌いだから9と8があって7だけで待ってるとかが本当に大嫌いだから大嫌いだから、それをなくしたくって、なんか
何、私は丸の11とかからいっそもう見なかったことにしたいから、うん、1に揃ってても見なかったことにしたいからそうしたいんだけど、なんか正解としてはやっぱりその9から切って7が来てもいいようになんかしてくが正解っぽいんですけど、でもね林さんがねこの間の麻雀大会で1位になったからちょっと林さんに聞いてみようと思って、今日いないんですけどさっき LINE で聞いたら同じ答えしてた。丸の1切って、その漢字で揃えるの、あの漢字その雰囲気を残したいみたいなことを言ってて、おー一緒の考え方してる、ギャンブラーの考え方一緒の考え方してるってちょっとねなりましたけどね。まあこんな感じでその麻雀ってね、なんか多分いろんなね考え方があるんですよね。多分この人の意見は早く上がるなんですよね。私はなんか綺麗にしたいみたいな、であとなんか3を増して1個だけ待つのが嫌みたいなことがあるから、多分そのね好みとかもきっとあるんでしょうけどね。いやでもなんか本当に何このお便りは読んでないんだけどその何打ち合わせ中にお便り読んで盛り上がるみたいなこともあるので、皆さんね僕が送ったお便り読まれなかったよみたいな方いらっしゃるかと思うんですけど、もしかしたら打ち合わせ中に盛り上がってる可能性があるので諦めずにね送っていただけたら嬉しいなと思います。どっちがいいんだろう、この打ち合わせ中に盛り上がるのと本番読まれるの。絶対本番読まれる方がいいよね絶対本番読まれた方がいいと思うんですけど、でもこうやって盛り上がる可能性あるので、なんかねお便りは送ってくださったらありがたいです。はいそうそう、でも最近ねまた麻雀がね結構流行ってますもんね。アメトークでもさ M リーグ芸人みたいなやつやってましたもんね。私もあの M リーグのまとまってる番組ネット M リーグみたいなやつ、あれを見るのが大好きで見てるんですけど、すっごい私のね推しがね短いの、いつも推しの人がいるんですけど、めちゃくちゃ短いのでも強いので、だからちょっと映ると嬉しいみたいな、でもいつもねどこのチームにいるかとか、あなんて名前だっけみたいな忘れちゃうっていうのもあるんだから、私の推しの人めちゃくちゃ強いんですよ。はい、推してます。その人出るとちょっと嬉しいみたいなねありますよね。では皆さんから届いた普通歌を紹介していきましょう。東京都のてんたまネームかおちゃんさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。東京03さんのラジオ好きにさせるかにゲスト出演されていましたね。私もお笑いが好きで東京03さんはよく拝見していたのですが、声優のほっちゃんと共演することがあるとは思わずとても驚きました。ラジオで放送されたサプライズは気を使うという内容のコントもとても面白かったです。ほっちゃんと皆さんの掛け合いはテンポもよく聞いていて笑ってしまいました。アドリブがあったとここだけの話があったら教えてほしいです。はい、そうなんですよね。東京03さんのラジオにねお邪魔させていただきまして、いやもうすごいですよね。東京03さんの中に入ってコントをするってなんかやっぱもうめったにできることじゃないし、いや本当に振り返ってみるとめちゃくちゃありがたいなというふうにね思いました。すごいことですよね。東京03の中に、はい、私だけが入ってコントしてるんですよ、4人で。すごくない？あの世界観にいるって、いや本当すごいなって今思い返すとめちゃくちゃね思えるんですけどね。あと当日も結構テンション私は上がってました。もうなんかなんだろうねコントの最高峰みたいなところを経験したから、正直もうコントに思い残すことが何もないだって多分コントがやりたくてしょうがない人とかにとってみたらものすごい憧れの人じゃないですか。でいつか東京03さんと一緒にコントをやりたいんですみたいな志を持ってコントをねやり続けてるなんか人もいるわけじゃないですか。で私的にもなんか、まあ、そこまでのあれは何もなかったですけど、でもなんかやっぱ東京03さんとコントやったら別にあともうなんか何コントに対してもう何にも思い残すこともう何にもないな、コントに対してもう何にもないなっていうぐらいすごい、なんか本当に最高峰じゃないけど本当になんかいい経験ねさせていただきましたよ。本当に楽しかった。
いや楽しかったんですけど、でも正直なんだろうな、台本がねやっぱり面白かったんですよ。サプライズは気を使うっていう台本で、なんかその役のヒロインの女の子がいろいろサプライズをされて、そういうサプライズ迷惑なんでみたいな感じで切れるみたいなね内容のコントなんですけど、最初に読ませてもらった時になんかすっごい共感できるわと思って、当て書きかなと思うぐらい共感できるわと思ってたら本当に当て書きで、なんか私の昔喋ったあのサプライズが好きじゃないみたいな話をインタビューを読んでこのコントにしてくださったみたいで、あ私のことかってなったんですけどね。いやでも本当ね、その何コントが内容が面白すぎて、なんかアニメとかでもそうなんですけど、もうその台本上で面白いものをさあどうぞ面白くやってくださいって本当苦手でなんかわかります？それで張り切るタイプの人もいっぱいいるんですけど、役者さんの中には。私はなんかそれがすごいプレッシャーで、なんか本のままで面白いものを面白くしてくださいってすごいなんか逆にやりづらっていつも思っちゃうんですけどまさにそんな感じで、面白いからこそはやりづらいなみたいな風にね思いながら、だから本当に普通に東京03さんに会えるとか中に入れるはすっごい嬉しかったんですけど、あコントやんなきゃいけないんだって、だんだん本番前までにどんどんテンション下がっていくっていうそんな感じのね日々を送って、まあ本番ね迎えさせていただいて、でも本当に現場に行ったらもうなんかいらっしゃってお三人さんが、で最初にコント撮るんですよいきなり。でその後にトークパート撮って、実際にその流れでコントパートをお三人さんと一緒に聞いて、でまたトークに戻るみたいな、そういう感じの撮り方だったんですけど、まあ、それも恥ずかしいんですけどね、なんかなったんですけど、本当になんだろうな、テレビで見たまんまの方たちで、なんか本当気を使っていただいたし優しかったり、私がなんかあまりにもコントに自信がなさそうにしてたら、なんか飯塚さんがなんか練習するみたいな、一回テストするみたいな感じで言っていただいて、でああテストかみたいな、あやらせてもらえたら嬉しいですけど、あれでもなこれテストやっちゃったらなんか本番もっと面白くしなきゃいけなくなっちゃうしなんかこうね、なんかあーってなって、あとお付き合いねさせるちゃうのも悪いし、他の人ってテストされるんですかって聞いたら、あ いろいろいますよみたいな、やる人もいれば全然やらない人もいるし、いきなりテスト本の人もいるしみたいな、でがっつり 3,4 回やり直す人もいるしみたいな、はあそうか、あじゃあ2ページ目までテストいいですかって言って、2ページ目だと豊本さん出ないんですよ豊本さんすいませんって言いながら出ないですよねすいませんって言いながら、大丈夫です大丈夫ですみたいになって、2ページ目だけあって、でなんか2ページ目までやる人もあんまいないんだけどね、どうこれでいいのみたいになってあもうこれでいいですやりましょう本番って言って、本番ねやらせていただいたりして、でも本当に温かく見守ってくださりはしたんですけど、まあでも大丈夫なのかなっていうずっと心配しながら、まあ、トークとかもね、まあ、聞いていただいた方は分かると思うんですけど、結構心配しながら、ずっとその何フリートークとかもしてました。はい、でもね本当に私なんだろう、バラエティとか大好きだから、なんか東京03さんももちろん知ってますし好きですし、本当にそういう意味ではめちゃくちゃ嬉しかったですね。はい、とっても貴重な経験をさせていただきました。はい、ということで、皆さんメッセージありがとうございました。ではここで1曲お届けしましょう。現在配信中、堀江由衣ライブツアー2022文学少女クラブ2放課後リピートのライブ音源より、わー20曲目、これがもうあれ本編ラストですよね。はい、これがもう本編ラストの曲になっております。最後ね綺麗に収まってエモい感じに仕上がったんじゃないかなと思いますけどね。はい、それでは聞いてください。堀江由衣でスタートライン。じゃあね手紙書くね、それしか言えずに二人通い慣れた道を、黙って歩くの初めてだね。日差し揺れる坂道、遠ざ
忘れない制服で駆け抜けた若葉の日々忘れない、いつか思い出だと笑えるかな、どうか今だけ時よ止まれ。好きなものはいつでも私も好きで、心曇る日には海まで自転車走らせたね。永遠だとどこにもないとわかってても、私はミスモノクローム。先週節分の話題を出しちゃったから、今週何も話すことがない存在。バラ仕様気にして先に季節の話題を出したことがあだになりましたね。だから今からバレンタインの話題をする。いや、来週に取っておいた方がいいんじゃないですか。ではメッセージを紹介します。愛知県てんたまネームあきさん、もくちゃんこんばんてん。節分には電池を46本食べるというのは本当ですか？46本食べるけど、でもこれ年の数じゃない、みんな誤解しないで。食べるは食べるんですね。まだまだみんなからの質問待ってるわ。堀江由衣の天使の卵、続いてはこのコーナー、ほっちゃんに相談。皆さんが困っていること悩んでいることを募集、それを私がズバリ解決していきます。いいですね。もう誰もほら、てんたまのスタッフさんの皆さんは私の話を誰も聞いてくれなくなったからこうやってね、リスナーさんが私に相談してくれるってめちゃくちゃ嬉しいですね。北海道のてんたまネームハムリスさくらパパさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん、相談です。そろそろスマホケースを買い直そうと思うのですが、おすすめの色はありますか？アラフォーおじさんで今までは黒の、革生地を使ってました。あー、なるほどね。スマホケース、まあどういうスマホケースにしたいのかもにもよりますが、でもあれじゃない、もう 今や後ろみんな透明でしょ。みんな後ろ透明で、そこになんかほら推しの何かを入れるみたいなのがめちゃくちゃ流行ってるから、それがいいんじゃないですかね。後ろ透明がいいと思いますよ。私あのなんかね、
表はあの何手帳型で白いカバーなんですけど、後ろが透明でなんかいろいろ挟み込めるような感じのものを探してそれを使ってますね。はい、あの文学少女クラブの時のね、あのタグとかあの T シャツのタグをねもらったんですよ。あの文学少女クラブの時の T シャツのタグがめちゃくちゃ可愛いんですよ。ちょっと T シャツ持ってる人見てほしいんですけど、でこのタグだけもらったからなんかそのタグをね入れてたりとか、なんかそんな感じで使っております。なんかそういうのがなんかいいんじゃない、なんかいろいろ自分で何カスタマイズできるから楽しいと思いますよ。はい、ぜひその探してみてください。じゃあもう一枚、ペンネーム清和さんからいただきました。兵庫県の方です。ほっちゃんこんばんてん。僕は2月初めに沖縄に行くのですが、ほっちゃん的に沖縄に持っていくと便利なものはありますか。あ、何しに沖縄に行くのかな。2月初めなんか案外ほら沖縄って2月頃って寒いじゃないですか。私なんか12月ぐらいに沖縄にロケ行った時に激寒で驚いた激寒で驚いたんですけど、なんか案外寒いと思うからなんだろうね沖縄に。まあだからあの多分なんか何がいいかな、なんだろうね何がいいかな。まあでも普通に多分思ってるより寒い気がするから夜とか、だからちょっと羽織みたいなやつ持ってくといいかなと思います。あと私はあのこういうあのどこかあの撮影とかそういうので泊まるときは必ずあのペラペラのスリッパを1個入れていくので、ペラペラのスリッパね念のため持っていくと、あのスリッパとかがちょっとあんまり好きじゃないタイプのものだったときに意外と重宝するんで、ペラペラのスリッパは私は旅行先とかそのなんかどっか行くときは絶対持っていきますかね。はい、じゃあ次、静岡県のてんたまネームほっちゃんと宇宙旅行さんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。お鍋料理に入れたら意外と美味しい食材を教えてください。あー意外と美味しい食材か、意外と美味しいってなんだろうな。でも私ちょっとあの選んでほしい、入れるやつ選んでほしいなと思うのがあって、キノコ、うちの親が何でもかんでもキノコ入れちゃうタイプのあの親なんですよ。でなんかねこれにはキノコ入れないでくれっていうのがなんかあって、なんかもうキノコって美味しいんだけど入れたら最後キノコの味になるんですよ、全部キノコ風味に。だからなんか何でもかんでもキノコ入れたらいいってもんじゃないよっていうのはちょっと思ったりはしましたね。逆に入れたらいい、なんだろう、あーんなんかわかんないですけどチーズとか入れたら美味しいんじゃない。あとなんか豆乳鍋の素みたいなの入れたらもうめちゃくちゃ美味しいですけどね。はい、難しい。なんだろうね、お餅とかいいのかな、なんだろうね、なんだろうね、チーズ、でもチーズ入れたい、何でもかんでもチーズ入れたいな。てんたまネームりょうたさん、北海道の方からいただきました。ほっちゃんこんばんてん。新年度になり新しいペンケースを買おうと思うのですが、デザインか大きさかで迷っています。どちらを重視して買えばいいのでしょうか。ペンケースか、私はもうちょっと今や一択ですね。軽さ、これどっちでもない、大きさもデザインもどっちでもない、軽さです。はい、とにかく重いと持ち歩かなくなるので、ペンケースってなんかまあペンケース自体が重くてそこにいろんなペンを例えば大きいの買って詰め込んだらそのペンケースだけで相当重くなっちゃうじゃないですか。そうすると結局重いものからなんか減らしていくから、今日はペンケースいっかって言って出したまま持ち歩かなくなっちゃって、結局なんかねあのペンだけ単独ではなんかカバンのとこに刺すみたいになっちゃうので、とにかく軽さが重視だと思います。でその中に、まあ、何本かお気に入りのペンとか、まあ、使うペンを入れるが私はいいと思いますけどね。はい、まあ、新年度になり、まあ、何歳の方かにもよるけど本当軽さ重視で私はいいと思います。私だったらあのメッシュ素材の100均とかで買えるようなメッシュ素材のやつにペンを何本か詰めて持ってくが今やるかなっていう風に思いますけどね。はい、という感じで、あなんか今日めちゃくちゃ質問に答えられた気がするし、なんかなかなかいい答えをしてる気がしますね。やっぱちょっとこのコーナー私結構好きかもしれないな。はい、なので皆さんぜひね引き続き皆さんからの相談ごとお待ちしています。
堀江由衣の天使の卵、そろそろお別れの時間になってしまいました。いや、やっぱ相談楽しいですね。もう本当いろいろそうとね、相談してもらいたいですよ私に。ペンケース、学生さんとかペンケースに命かけたい人たちは今だったら、ケプト系のワントーンみたいなやつがなんかおしゃれに見えるかもしれないですね。なのでその辺で探してみるのもなんかね、割と男性だったっぽいから、軽さ重視に、なんか他にもね荷物重そうだなと思ったから軽さ重視にしましたけど、なんかほら学生時代ってさ、なんかこう机の上に唯一出せる個性みたいな、なんかペンケース命かけてますみたいになるじゃないですか。だからそういう人はなんかこう、なんかケプトとかの透明のやつに、で中身をなんか色揃えて可愛くするみたいなのはありかもしれないですね。はい、ということで、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。おはがきは郵便番号 105-8000 に文化放送堀江由衣の天使の卵それぞれの係まで。メールはすべて小文字で tamago@joqr.net、 tamago@joqr.net、 卵は TAMAGO です。メッセージを紹介したリスナーの皆さんには天使の絆創膏をプレゼントします。そして番組のホームページはこちらです。http://king-cr.jp です。ということで、この時間のお相手は、いやー、そうですよね、私の頃はねもうプラザ一択でしたね、な堀江由衣でした。それじゃあ来週もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。求め